こんにちは、花屋モンさん。人生は種まきね。確かに、与沢翼さん、そんなこと言ってましたよね。ちょっと私のね、えー、ビジネス人生を振り返らせてもらうと、私40歳になった時に、ネオヒルズというものをね、知りまして、えー、実は私の経営していた、当時、マージャン店で、お客さんがね、常連さんが来てたんですけども、なんかね、ヘリコプターで蕎麦を食いに行ってるやつがいるらしいぞって聞いたんですよ。それで、なんだそれはと思ってね、早速帰って、 テレビを見てみたんです、ね、あのここで番組やってるよって言うんでで見てみると確かにヘリコプターで六本木ヒルズ辺りからグラって行ってねなんか田舎の岐阜かどっかのそば屋に食べてるんですよねでインタビューで「いや100万ぐらいすぐなくしちゃうんですよね」みたいなこと言ってて「なんだこいつら!」と思ったんですよねでもすぐ思ったんですよその時も大不況で本当に、えー、派遣切りとかね年越し派遣村とかがあった時なんでこんな不況の中で なんでこの人たちは稼げていろいろと調べていくとね、うん、そのネオヒルズ族っていうのはいわゆるねインターネットを使って有名になることによって商品を販売してるっていうシンプルなシンプルな言い方をすればこういうことなんですよ。で私も結局パソコンでそういう人たちの情報発信を見てしまったんですよね。ということは集客に成功させられてしまったということですよね。巻き込まれたんですよで インターネットでビジネスを広げていくその一環としてテレビメディアっていうのもそれを報じていただからインターネット上 YouTube の中でテレビに取り上げられるような YouTube の作り方をしていたんだよっていうふうに言われたんですよねあすごいこれはねあの動線だなと思いましたよねインターネットの中で確かにワやワヤワヤワヤやっていても当時パソコンをやってなかった私にとってみたら全然知らない世界だったんですよで私の常連さんお客さんも テレビを見てるとそういうことをやってる人がいるってうのでインターネットの世界にちょろっと覗きに行ったら確かにこういう人がいるんだみたいなことをねまるでテレビのチャンネルをひねるかのように新しいチャンネルとして YouTube っていうものを見に行ったっていうところだったんですよで私も YouTube っていうものにすごく興味を持ってねその最初はね土屋宏さんのことをこっずっと見てたんですよで土屋宏さんの,そのネットビジネス塾に私は入ることになって本当に稼げるんかなと。 で塾の費高えなと思いましたけどもまあお金を振り絞ってというかキャッシュカード2枚を使ってですねその最後のキャッシュイング枠でその塾に入らせてもらったんですけどもやっぱそれまでね考えようもなかった稼ぎ方っていうのはそこにありましたねで大事なのが稼ぎ方を知ることも大事なんですけどもその稼ぎ方をみんなに広めていくってことだったんですよねつまり 一つの稼ぎ方を一馬力でやってても限界があるんで他の人を稼がせることによって稼いだ金額の少しをもらうみたいなねそういった販売手法でレバレッジを利かせるってことだったんですよレバレッジその概念がその時に入ったんですよねさあそれで3年ほど経って私もその塾で一山を当てたわけなんですよで売り上げが1億円を超えた時にその時にね 土屋さんの横にいつもいて一緒にプロジェクトをやっていた与沢翼さんにちょっと注目することになりましたそれからほどなくして与沢翼さんは税金のことで、まあ、六本木リルーズをね失脚するって形になりますけどもでもね考え方としては与沢翼さんの考え方ねものすごく共感するものがあったんですよただ私が土屋さんのところにいる間はなかなか耳に入らなかったですその訳も後で分かったんですよねというのが、が、与沢翼さんが 六本木ヒルズを追われて一人でメールマガジンのねメールマガジンしか商材がない時メールマガジンの契約が1ヶ月1000円だったんですけどもそのメールマガジンを私もね取り出した時に初めて分かったんですよ。<laughs> 六本木ヒルズでテレビや YouTube で出ているヨザワツっていう彼はスタッフが作り上げたヨザワツだった要するにヨザワツのなんとかかんとかヨザワツのツイッタースクールヨザワツのバズマーケティングってやるとヨザワツを頭につけると何でも売れるから。 与沢さんちょっとだけ動画に出てくださいってやってあとは全部スタッフが作っていたっていう仕組みだったらしいんですよね。でそういった形でよざワつばさんを遠くからぼーっと見てまあ私にはちょっとね受け入れられなかったんです当時は。でもよざワつばさんがたった一人でねメールマガジンからやり直しと時に私はねちょっと感動したことがあったんですよ。それはねよざワつばさんが自力で書いたメールマガっていうふうになぜ分かったかというとそれまでとは違う文体であったり言葉を使ったりとかまあ言ってみればねちょっと文章が。 下手だったんですよそれまでと比べてでですよそれまでと比べて下手だったんだけどもでもその分与沢翼さんの気持ちが私にすごく突き刺されるようになったんですよねでこのメールマガジン撮っててよかったと思ったんですよねでね1年経ったたに与沢さんんがメールマガジンの最終項を出したんですよその時に一番最後の方に書いてあった文章にものすごく私はねまさにあの花涼もさんが言われたように 長いセミナーの中でたった一言ワンフレーズが心に引っかかるものがある心に刺さるものがあるってことだったんですけどもそれと同じでねメールマガジンを私は1年間ずっと読んできたんですよでも最後の最後の一つのワードがものすごく私の心に染み当たったんですよそれがですね今までメールマガジンを書いてきて読んでいただいた方に支えられてここまで復活することができましたってことなんですよねそそうなんんでですすよその時に私ね改めて思ったんですけども 情報発信者としては情報を受け取ってくださる方が恩人なんですよその恩人にさらにいいものを届けようと思うと有料で販売してあげるっていうねそういう姿勢も大事だと思ったんですよ例えば30万円で商品を販売すれば300万円分の責任を取ってあげるよっていうそういう気持ちで販売するんですよね100万円の商品を売るってことは1000万円分の責任を取ってあげるよって感じで販売するんですよでも高額商品が売れない方ね 10万とか20万の商品がなかなか売れない方って10万を受け取った責任すら取れないってことなんですよ。20万を受け取った責任すら取れないってことなんですよ。だから低価格商品ばっかりになってくるんですよね。いやでもね、1000円2000円でも実際に商品を販売すればそれ以上のお支払いいただいた額以上の責任を取る必要は私はビジネスマンとしてはあると思うんですよね。まあそういうことね、いろいろあのその一言から感じたんですよ。 読んでくださった皆様に私は支えられてきてここまで復活できましたシンガポールに来て国籍も取ることができたそして資金もある程度貯まったみたいなストーリーを1年間そのメールマガジンを通じて感じてきたんですよねで最後にそういうふうに読者さんが本当にありがとうみたいな感じでね当然月に1000円のメールマガですから堀江貴文さんのメールマガより高いわけですよで与沢翼さんのメールマガはあの内容もそんなに いいいっぱいあるわけではないしね本当に書き殴りみたいな感じのメールマガジンでしただからちょっとこう今までと違って下手だなって感じたのはあっ与沢壽さんが肉質で送信してるからなんだなってことがビンビン伝わってきてね本当にこっちが本物だと思ったんですよ今までの「あなたを稼がせますよ」とかね結構ギラギラっとしたようなね文章っていうのは全部スタッフが自分たちの利益のために 与沢翼さんという人形を上に乗せただけなんだってことに気づいてですねその頃に私はヨザ塾に入ってなくてよかったなと思いました、うん、で私の行った土屋塾っていうのは月に1回ねあの自作に招いてくれるんですよでそれが私のモチベーションになって私は唯一広島っていう、ね、地方からね通う人間だったんですけどねでその中で行くたんびに自分は今こんなことをしてますこんなことをしました自分の弟子は儲けてます私も儲かるようになりましたとかね報告できるのが嬉しい プラス逆に報告できずに東京に行って土屋さんの前であの自分の活動報告するのがもう情けないやらね申し訳ないやらで絶対何か自分の成果を持っていくぞっていう気持ちであの、焚き付けられたような気がしますねそれによって育てられたのかなとだから私の話を聞いてくださる方がまさに恩人だったってところはそこでビタッと一致したんですよね私自身が六本木レずに行って今月はこんなことをしてきたんですっていうのをお話しするとみんながね 参考ににななるっっってていいううメモを取たたたたりりととかかかかそれからどういうふうにやったんですかみたいな質問が来たりとかして、ね、同じ熟成の中で私が一等血を抜くポジションを取れたのは多分私が常に何かを活動して皆さんにお知らせして皆さんの反応を見てそれに励まされて次はどんなことをしてみんなを驚かせようかなみたいなことを考えていたからなんですよね。ひいては土屋さんに本当にね土屋塾に入ってよかったというふうに言葉だけじゃなくて実質で伝えれるようにするためには私が儲けるしかないっていうね。 そんんなこともあったんですよねでおかげさまで即下塾っていうのは早めにそういうふうにね東京に行って即下塾の久保ですみたいな感じで月に1回報告するもんですからそれぞれの塾生さんがいろんなね自分たちの地元に戻った時に即下塾って話をしてくれるんですよでおかげさまで即下塾があの短期間でね結構広いところに広がったのかなってまさに情報を受け取ってくださった方のおかげなんですよ与沢翼さんも多分そういうことが言いたかったんじゃないかなと思いましたね。そしてですね種巻きと その耕しの話なんですけども与三坪さんの動画私もね当時よく見てたんですよであの自分の,そのスマホに入れてね聞きながら山登りをしてみました隠居暮らしをしたと同時にその放送が始まったんでちょうどタイミング良かったんですよで多くの人は種まきをしているようで単に畑を耕しているだけなんだっていう言葉がものすごくねいいえて妙だったですね確かに皆さんは あのセルフバックをはじめ不要品転売とか活動してるんですよでも売り上げが全然上がらずにシースボムになって終わっていくなんでかってことなんですよセルフバックや不要品販売っていうのはこれはね畑を耕している動作なんだってことを私がうまく伝えられなかったんですよでその時に与澤さんのそのね無料講義を見てこれだこの言葉だと思ったんですよ農業に例えて確かにみんなは種をまいてるようで全然伸びてないつまり 耕してるんだけども、何も何植えてないから伸びるわけがなないよよねね。ってことなんですよ、ね、だから、セルフバック単体で考えるんじゃなくてセルフバックを人に教えるため教えるためにやるんだよとそして皆さんから聞かれた質問に答えていくことによってメディアはできるでしょってことをね、えー、さらにね、あのー、具体的に伝えることができてそこからまたね新しい成果を出す人が増えてきたわけなんですよねはいそれでねよざわつばさんの動画はそういうふうにすごいためになるんで私はねよざわつばさんの動画が来るのが楽しみで。 で、新しい動画が再生されるたびにそれを何回も聞いてその何回も聞いた頭で発信すると大体内容が似てくるんですよねおかげさまでその年に5,000人チャンネル登録増えたんですよだからねあのきっとこういうことなんですよ情報を作る人とその情報をいろんなとこから選別してまとめてね再発信するとキュレーションする人がいるんですよねそれぞれに役割があると思うんですよ 岩田翼さんの放送は見てないんだけどもたまたま再生数とかチャンネル登録の少ない久保哲郎の隠居 TV を見たって人が「あれ久保さんなんかすげえいい話するじゃん。次も聞こう。え次の日にもう更新されてる。これ毎日聞けるじゃん。新しいのが」みたいなね。しかもそれがストーリーになって昨日聞いたことを段取りに次の話があるからすごく面白いなっていうふうにね見てくださってチャンネル登録がすごい進んだんですよ。で、その中で私はね これ、ヨザワツバさんがこういうことを言ったんですけど、みたいな話を挟むんですよ。そうすると、私を通じて、ヨザワツバさんの信頼も上がって、ヨザワツバさんの放送を今まで見たことなかったけど、チャンネル登録して聞いてみようかな、みたいな人がね、どんどん現れたりとか、ヨザワツバさんのスクールに入る人がいたりとかね、そういうふうにして、あ、私でもヨザワさんに恩返しできてるなと思ったところなんですよ、それは。で、今回何が言いたいかというとね、あの、一つのキーワードを抜き出して、いろいろね、展開していきましょうってことなんですよ。ね、展開です。だから私は、 皆さんが受け取ってくれた自分の発信のおかげで私も成長することができましたっていうワンフレーズを取ってね1年間の放送の中でそのワンフレーズを取ってそれを展開していったんですよ展開っていうのはどういうことかっていうと一つの言葉っていうのはいろんなね体験とか知識とかあの考え方が集約されて一つの言葉になってるんですよたった23秒のフレーズですその23秒のフレーズになったものを持ってきてそれをね自分の体験とか知識とか考え方によって展開していくんですよ で、展開した結果与沢翼さんがあ凝縮したワンフレーズそしてそのワンフレーズを展開したものの与沢翼さんの元のね何ですかね凝縮前のいわゆる展開した姿と私の展開した姿がほぼ一致してれば結果的にほぼ同じところに行くんではないかなと思ってるんですよ。で私はほぼとは言いませんけどねその一部が一致したものがあるんでそれからというものを また YouTube のねチャンネル登録も増えたし売り上げも増えたしそれから安定してね投資の実力を磨くことができたのかなと思うんですよねだから今回のキーワードはね展開なんですよ、うん、一つの言葉は誰かが凝縮したものねすごく濃縮したんで還元しなくちゃいけないんですよでそれを展開と呼んでますでも展開しようにも自分の体験や知識や考え方が未熟だと展開ができなくって広がらないんですよ広がらないからそのキーワードをドーンと受け取っても なとも感じないんですよねだからものすごくね有名人の名言とかなんか有名な言葉座右の名とかありますよね。あれっていうのはある程度自分の体験とか失敗とか悔しさとか感情が揺れ動いたりとかね何かあ努力をして挫折したとかってものがなければその言葉を展開しようと思わないんですよ。展開しようと思わないってことはその言葉が右から左に行ってしまうんですよねでそういうい意味でね。 おそらく1つの2時間とか3時間のセミナーを聞いて何だったんだろうっていう人は2時間3時間も聞いてて何にも自分にね展開できるキーワードがなかったっていうことなんでこれはちょっとね体験ととか学習を増やした方がいいなってところですよねでも何か1つでも2つでも受け取れるものがあるんだったらそれを展開してみるとどんどん展開してみてあ確かになってこことこことここかみたいなことでどんどん広げていく。 広げていったものを今度は使うみたいなことでね、えー、自分の力にできるんじゃないかなと思うんですよで本当にね人によってはね2時間のセミナーで展開するものがたくさんあるっていう形にもなるんですよ本当は実力があるとそういうふうになっていくんですよねいやだからねどこまで脱線してもそこからさらに展開して別のストーリーを構築できたりとかどんなキーワードからでもセールスレターが書けたりとかっていうところまで来るんだろうなと思うんですよね でまあ、私の得意技じゃないんですけどもどんな人が私に訪ねてきても何かを売るみたいなことがねできるわけですしやってるんですよまさにね私がね動画で冒頭で始めるときに「速下塾の久保です」っていうのは常に速下塾の成立がもう始まってるってことなんですよねえ速即塾ってものがあるんだそして速下塾ってのはすぐ稼ぐ塾って書いてるじゃないですかちょっとそれどういう意味なのって知りたくなりますよね えげつないですよね、まあ、今ね、隠居 TV っていう形で、隠居5年目、即家塾の久保ですみたいなことをね、たまに言うようにしてますけども、やっぱりね、即家塾の久保ですって、ぱっと出ちゃいますね。ずっと使ってきたんで。まあでもね、即家塾を積極的にセールするのは年に1回にさせていただいて、あとはね、お問い合わせがあったのに、緩やかに、えー、お返ししていくって形ですんで、そんなにバカバカ売れないようになりました。<laughs> まあでもそれでいいんですよ。即家塾の考え方は、この無料コンテンツの中で、しっかりとお話していきますんでね。 は龍馬シリーズ限らず億万長者合宿シリーズ限らず毎朝のライブ放送限らずね全ての放送の中にこのね動画を見てくださる方が展開できるようなキーワードを盛り込んでますんでその中の一つを展開して自分の人生のヒントにしていただきたいと思いますしもしね展開するものがないとしたらもうね億万長者にあなたがなっているかそれとも展開するべき体験や知識や考え方が今一つないんじゃないかなというふうに捉えた方が 前に進むんじゃなないかなと思っております、えー、実際にね何もないところからあここまで自由とお金を手にした私があ私なりに考えてそういう風にちょっと今日はお伝えさせていただきましたあちょっと口あばったい部分もあったかもしれませんけどもね、えー、巨心にお受け取りいただければ幸いでございますそれでは花梨山さんまたお会いしましょういってらっしゃい